ちゃ。こんにちは。さて、はい、優勝争いの行方ということで、うん、はい、今の順位を見ていきましょうか。そうだね、はい、まずはセリーグです。はい、まずセリーグね、はい。はい。まあこうなってます。はい、9月16日現在で、はい、順位は変わらず。順位は変わらず、ちょっとゲーム差がね、3ゲームから 2.5 に縮まったという、はい、ことですよね。はい。で、阪神とヤクルトが対戦したけども、うん、まあ阪神はよくマルテが同点ホームランよく打ったね。で、辛くもかあの引き分けに持ち込んだというね、はい、まあそういう試合があったりだとか、うん、ただ次の日は完封されたりだとかね、うん、まあちょっと打ててないかなっていうようなそういう気がするんだよね。ただ阪神らしさっていうのはそれでも盗塁を仕掛けてきたりだとか、うん、まあいろんな強みを持って戦おうとしてる姿勢は阪神には伺えた。はい。でヤクルトは、はい、その前の時に中日戦で、うん、ちょっとねちょっと嫌な負け方をしてね、はい、これでチームがちょっと沈まなければいいなと思ったらやっぱ頑張ったねヤクルトはね、はい、阪神に対して、うん、まあ2試合とも勝てた試合なの、1試合しか勝てなかったけど、なんて言うんだろう、2連勝できてたかなっていうね、うん、だからまあちょっと不安はやっぱ後ろの方のマクガフと石山、この2人がちょっと心配かなっていうような、ね、うん、はい、まあそんな感じもした、うん、で巨人は苦手 DeNA、 もう苦手って言ってもいいと思うんだけど、はい、DeNA に対してよく一勝一敗になったよね、はい、というのもやっぱこう坂本が苦調した、うん、岡本がまた打った、はい、でまあ控えの選手八百板だとか、うん、そういう選手が活躍をし、うん、まあ3点差っていうか2点差かひっくり返したっていうね、はい、まあそういう試合でこのひっくり返したものをこう次のカードに生かせるかどうか、うん、まあそこが一つのポイントになってくると思うけど、はい、まあまあ順位は変わらず 2.5 ゲーム差、うん、はい、ちょっと半ゲームだけども詰め寄ったという形、ね、はい、で次の、はい、というところでセリーグの次の戦いですね、今日からの対戦、はい、ね、阪神中日、はい、まずは、はい、まあ甲子園でやるんだけども、はい、まあ、先発予想は 秋山大野、はい、でガンケル柳でこの4人を見るときにもう接戦になることは多分分かってるんだよね。うん、まあそんなに秋山も大野も点はやらない、まあ、ガンケルもガンケルがちょっと調子を崩してる嫌いはあるんだけども、まあ、まともに投げるとそんなに崩れるピッチャーじゃないし、はい、まあ、柳も非常に安定してると。で舞台は甲子園、はい、で甲子園ということはやっぱあんまりこうなんていうのホームランがパカパカ出たりだとかさそういう試合にもならないと思うの。そうなってくると、はい、2チームとも抑えはしっかりしてるんだよね、うん、で中継ぎもしっかりしてる、はい、そしたらもう接戦ポイントとなるのはやっぱ守備だと思うんだよ、はい、うん、だから阪神が、まあ、エラーが数が多いけども守りきれるかどうか、うん、でも強みは足という強みを持ってるから接戦の中で足が使えたら阪神だね。なるほど、うん、で中日はここのとこよく点を取ってくるようになってきて、うん、それを考えると中日は打てないからではなくてやっぱ強打も当たってるし、うん、3番の大島が充実してる、うん、でビシエドがちょっ と調子が悪いんだけども、はい、ビシエドさえ打てばやっぱ 点が取れるようになってきてるよね、はい、それと大野が絶好調、うん、柳がコントロール、まあ、秋山も前回ね非常にいい投球を見せてるから、はい、非常に接戦が予想される。そのポイントとなるのはやっぱ守備ということだよね。なるほど、どっちが守りきれるかどうか、うん、そういう戦いになってくる。で土のグラウンド、もうミスは致命傷になりそうな、うん、でプレッシャーがあるのはやっぱ阪神だからね、はい、だから集中力を持って守りきってほしいと思うけどね。またそこら辺のなんかこう力が均衡しているような投手戦ロースコアになりそうだなみたいな時は、うん、そういうチームがプレッシャーあるないっていうのもまた大きく左右する。いやーそりゃそうだよ、ね、そこら辺が試合に出るかもしれない。まあね、中日はやっぱこう A クラスまで9ゲーム離されてるし、うん、はい、だからなかなかねそのクライマックスシリーズの権利を得るっていうことよりももう自分の今の成績だとか、うん、そういうことを意識しながら戦ってくると思うんだよね。阪神はやっぱもうチーム全体やっぱ優勝したいという気持ちがあるしそこら辺のプレッシャーが大きくのしかかってきてるから、うん、だから本当に強い気持ちでねプレッシャーを跳ねのけるような気持ちでやらないと、うん、
やっぱこう苦しくなるよっていうような感じ、はい、だから守りきってほしいよね阪神にはね、はい、今までエラーはあるんだよ、はい、あるけどもそんなにさ、ね、やろうと思ってやってるわけじゃないし、うん、そんなに下手じゃないよ、はい、だからもう本当に自分たちが一つまた強くなるためにはここら辺は守りきってほしいよね、うん、守って勝つぐらいの意識を持ってほしい。はい、あとはやっぱ大山ね、うんうん、大山のところにランナーが溜まってくるから必ずだから大山に1本出るか出ないか、うん、ここも大きなポイントになってくると。なるほど、はい、で次のカード巨人ヤクルト、はい、もうこれはもう阪神に挑戦権をどっちが持つかだよね、うん、で先発ピッチャーが高橋奥川、はい、メルセデス高橋、はい、というまあ予想なんだよね。数字がこの今までの対戦成績ですよね。巨人の10のヤクルトが5勝、はいね、だからまあ巨人とすればお得意なのかもわからないけどもはヤクルトのこの前からの一連の流れから阪神戦を見てると、はい、チームが本当に一丸になって戦おうとしてるのは俺はヤクルトだと思うんだよね。なるほど。だからそういう意味ではこの対戦成績があるにしてもヤクルトのその強い気持ちっていうのはゲームを見てて伝わってくる、うん、だから奥川高橋っていうもう若手の、はい、右左の両エースを、うん、が多分投げてくると思うんだよね、はい、で高橋がちょっと状態が悪い巨人の、はい、メルセデスもさほど良くない、うん、巨人は DeNA に対してこの前素晴らしい勝ち方をした、うん、それと坂本がやっぱこう見本となるようなバッティングもしてくれた、はい、岡本も続いた、はい、で控えの選手も活躍をしたという、うん、だからこれを一つこの前菅野が勝ってそのまま勢いに乗るかなと思ったら、うん、そうでもない、はい、で今回の勝ち方っていうのはまたちょっと一歩違うと思うんだよね、うん、チームが一丸となり乗っていけるには最高の勝ち方をした、はい、それとヤクルト巨人これはやっぱり面白い試合になると思う、うんうん、そうすると巨人にとってはここの戦いが後ろに続くための重要な試合ということですよね。そうだって19日から阪神巨人戦が鬼門の甲子園で待ってるという、はい、もう鬼門って言っちゃうけど、はい、この前の、阪神巨人戦なんかは勝ってる試合を全部ひっくり返されて、うん、で6点差があったのに6対6に引き分けに持ち込まれた。もう鬼門と言っていい。その勢いをつけるためにはこのヤクルト戦っていうのは大事になってくるよね。なるほど、うん、でヤクルト広島、はい、でヤクルトは広島に対して、うん、まあ部がいいから、はい、まあここら辺はしっかりヤクルトは勝っていかなきゃいけないというね。うん、でお互いに後ろのピッチャーがやっぱ不安定なんだよ。うん、だから本当にもつれるゲームになるとは思うけどね、はい、だからどっちが制するか、どっちが強い気持ちを持って戦えるかどうか、うん、奥川はすごく奥川の時には打つからね、高橋の時には打たないけど、だから高橋に援護点があると連勝があるということだよね、はい、ヤクルトは。なるほど、うん、だから巨人は本当にチーム状態が上がったかどうかっていう見極めができる、なるほど、このカードだと思うね。うん、はい、はい、まあ、セリーグはこんな形で、はい、はい、続いてパリーグ、はい、続いてパリーグですね、ね、はい、これ先に順位を見てみましょう、はいはい、これが9月16日現在です、はいはい、順位は変わらないですね。変わらないけどもちょっと開いたね、はい、はい、3.5、 2ゲーム差オリックスとの、はい、で、まあ、ソフトバンクまで、ね、相変わらずゲーム差はそんなにないので、うん、でも借金抱えてるからね、うん、で5割にいかないとなんかすごく権利がないような気もするし、で千賀とマルティネスを立てて、うん、ね、ロッテに勝ち越すことも全くできなかったという、うん、ね、だから非常にチーム状態としては苦しい、うん、で楽天は、まあ、オリックスにちょっと詰め寄ったんだけども、まあ、最後やられたというね、うん、ロッテはすごく粘り強く、ね、非常にバランスも整って、うん、いい戦いができているし、はい、でチームに全体的に非常にいい緊張感と、プレッシャーをなんか楽しんでるような、うん、そんな感じの守備とか、はい、バッティングとか
そういうのを見せてくれてるかな。はい、まあこういう形なんだけど、はいはい、そして次の回は、はい、で日本ハムロッテ、はいね、まあ、札幌で戦います。はい、で守備固めと重圧って書いてるけども、守備固めと重圧ですね。はい、2-9、これは日本ハムが対戦成績ね、日本ハムが2勝、ロッテが9勝ということで、はい、言えばお客さんだよね。うん、お得意さん、はい、だけど、まあ、ここで首位固めもしたいと思ってるし、はい、でも重圧がある。これはね、はい、いろんな重圧がある中でやっぱこうロッテがやっぱこういう風に相性のいい相手に絶対勝たなきゃいけないと思ってると思うんだよね。はい、でそのプレッシャーを跳ねのけられるかどうか、そういうことがやっぱポイントになってくると思うし、で日本ハムの方は若手が非常に頑張ってる。自分の地位を確立するために、うん、だから本当にあの必死に戦ってる今、はい、侮れないけども、うん、だけどロッテは優勝するためにはやっぱこの重圧を跳ねのけて日本ハムに勝てる相手に絶対勝たなきゃいけないというプレッシャーとの戦いがこの試合にはあるね。うん、やっぱりこうとても部が良くて、うん、大変成績もとてもいいけれども、やっぱ首位に立っているということでその重圧っていうのがあるよね。例えばロッテとオリックスが戦うんだったら、はい、もう喧嘩だよね。もうプレッシャーというよりもそうですね、もうやらなきゃいけない、やられたらやり返すみたいな、うそういう気持ちになって、プレッシャーとかというよりも、はい、もう戦いになるんだよ、お互いが行ってやるみたいな感じで、まあそうだね、はい、だけどここはやっぱり、まあ、日本ハムには申し訳ないけども、やっぱ最下位に沈んでるし、やっぱり対戦成績を考えるとやっぱ勝たなきゃいけない、絶対勝たなきゃいけない相手だよね。はい、うん、だから頑張ってほしいというふうに思います。はい、はい、続いてオリックス西武、はい、誰が穴を埋めるのかというのは、これはもう、はい、オリックスの、ね、そうだね、話ですかね。はい、まあ、吉田が抜けて、はい、まあ、杉本が本当にね一人で頑張ってんだ。うん、まあ一人って言ったら語弊はあるかもわかんないけど、はい、まあみんなのチームだからね。はい、だけど杉本が本当に必死になってね吉田の穴を埋めようとしてる。はい、でもね一人じゃ無理なんだやっぱ。うん、ね、やっぱこう二人続いてたでしょ、吉田杉本って。うん、だから。すごく得点力も上がったし、うん、相手からも脅威とされてた。はい、だから誰が穴を埋めるの、うん、T 岡田。なるほど、 T 岡田頑張れ、うん、ね、昨日はあのいいヒットを打ったけどね。はい、うん、だけどあの T 岡田にやっぱ期待だよ。うん、前半良かったしね。はい、うん、ポイントとなるゲームではよく打ってたし、うん、ちょっとあのバランスを崩して、うん、調子が落ちたけども、はい、やっぱここでやっぱりやってほしいなっていう、うんうん、で山本が投げるし、このカードはだから絶対落とせないゲームなんだよね。うんうん、だからやっぱ誰が頼むの、 T 岡田、うん、頑張れ。やっぱり点を取らないと勝てないですよね。やっぱ点取らないときついよ、やっぱりね。はい、はいはい、最後楽天対ソフトバンクで方向転換。方向転換っていうのはさ、うん、ソフトバンク、まあ両チームともまだ優勝は諦めてないと思うよ。でも楽天はやっぱ上も気になるけども、ソフトバンクの追い込みっていうのも俺は気になってると思うんだよ。そうですよね、上を見ても下を見ても同じぐらいのゲーム差しか離れてないですもんね。そうだから、あのソフトバンクっていうのはさ、うん、昨年24ゲームを残して、ね、はい、あと24ゲームからその時ロッテと並んでたんだよね。はい、ゲーム差なしで、はい、そっから12連勝して一気に14ゲーム差をつけたんだよ、2位に。ね、それだけのやっぱ実力が秘めてるということ、それとモイネロと森が帰ってきてる、はい、だから後ろの不安が全くなくなった、うんうんうん、まあ、とりあえずは、はい、ということは先発も頑張ってるある程度、はい、打つだけなんだよ。うん、それが昨シーズンと一番大きく違うところですか。違うところだね。まあグラシアルがいないっていうのは大きいとは思うけども、はい、だけどもやっぱこう打てば勝てるという一つの答えは出てるんだよね。はい、うん、だから楽天も一時期もう今年は優勝だっていうところから、ね、もう何ゲーム離れてるんだっけ、 5.5 ゲーム差離れてるわけでしょ、はい、首位と。そしたらなかなか首位っていうのを 5.5 この時期に離されてるとなかなか厳しいこともあるということは、やっぱこうソフトバンクも意識しながら戦わなきゃいけない。やっぱ3位に入るっていうのは絶対条件だからさ、はい、とりあえずは、はい、ソフトバンクも諦めてないしね、まだ借金、うん、抱えてるけど3つぐらい、はい、抱えてるけども、
でもここの3連戦で3連勝すれば一気に並ぶからね、はい、楽天と。そうですね、3位4位直接ですから。そう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 、はい、だからここら辺はやっぱこう考え方をちょっと柔軟にしておかないと優勝できないんじゃなくてやっぱ3位にとにかく必死に入るというソフトバンクと、うん、やっぱこうサンドイッチになってる楽天、息苦しさがあると思う、はい、だからこの戦いっていうのは非常に面白いかなと思うね。うん、うん、なるほど。まあこのカードは土曜日からね、はい、始まるけどもね、うん、はい、土曜日から3連戦ということでね、はい、まあなかなかね、うん、だいぶもうし残り試合も、ね、そうそうそうね、30試合くらい、30ちょっとかな、そうですね、うん、ってなってくる。いやだけどさ、最初はさパ・リーグがねもう大混戦で面白いって言ってたのがさ、うん、セ・リーグが大混戦になってきたね。そうですね、うん、まあ1位2位3位の大混戦っていう感じですね。まあまあそうだね、セ・リーグは、うん、だから非常にまだまだねプロ野球はね熱く楽しいということで、はい、ね、また期待してください。はい、はい。